天ヶ崎市天ヶ崎市立図書館天ヶ崎市立中央図書館天ヶ崎市立図書館は兵庫県天ヶ崎市にある公立図書館である。本館と文館の2館がある。天ヶ崎市政が施行された1916年当初より市立図書館の開設は決定されていた。図書館建設費として旧天ヶ崎藩主の桜池より2500円が寄付された。 秋岡亀太郎が天ヶ崎市宮町の指定をしに寄贈し、1920年1月に秋岡邸を改築して開館したのが通俗図書館である。蔵書数は1700冊。同年4月1日からは閲覧料が徴収された。翌年、天ヶ崎市立図書館と改称するが、1928年の新館移転まで同施設が使用された。 天ヶ崎市北条内27にある天ヶ崎市立図書館の本館である。詳細は天ヶ崎市立中央図書館を参照天ヶ崎市南向野総三3丁目21-21にある文館である。地上3階建てで地下には駐輪場がある。2階に中学生以上の方を対象とした120席分の学習室があり、参考書などを持ち込み資料を使用しての利用も、 できるようになっている。2011年4月1日より、指定管理者による管理運営を開始、図書館流通センターが指定管理者となっている。毎週土曜日には0歳から小学生、公民館と書室、編集同一のカードで、甘崎市内の6つの公民館と書室も利用することができる。開出日毎週月曜日、土曜日開室時間午前9時午後6時以上。 拠点間6館間のほか、以下の15カ所の公民館分館、地区会館でも、図書の検索や予約等が利用可能である。地区会館図書コーナー、編集同一のカードで、以下の地区会館の図書コーナーも利用することができる。地域学習館図書コーナー、編集貸し出し、返却のみ、受付1991年から、阪神広域貸し出し制度を開始し、現在に至る。 阪神地区公共図書館協議会に加盟する阪神館八市町の相互協力により、川西市、宝塚市、尼崎市、西宮市、芦屋市、三田市、川辺郡稲川町の公立図書館と共同で、阪神七市一町公共図書館広域利用システムを構築している。図書館について、尼崎市立図書館、2011年2月12日閲覧。 天が市立北図書館。天が市公式ホームページ。2019年2月12日閲覧。指定管理評価表。2019年2月12日閲覧。公民館の図書サービス。ABC 公民館図書室等天が市立。園田地区会館。サンシビック。天が図書学習室。ありがとうございます。